魔除け効果を持つ幸運の植物も一転、貧乏神を呼び寄せる植物に早変わりしてしまいますので注意が必要ですよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆様はご自宅で観葉植物を育てておられたりとか、あるいは庭先に植物を植えていらしたりとかいたしますでしょうかね。観葉植物はネガティブな気を吸い込んでプラスの良い気を放出して、その場をね、空間浄化してくれる開運アイテムの代表的存在と言えますよね。ただし物事は表裏一体でございます。実はそんな観葉植物にも気をつけるべき側面があったりもするんですよ。自宅の室内あるいは庭先に植えている植物はもしかしたら貧乏神を引き寄せてくる要注意アイテムになっている可能性もございます。もし貧乏神に好かれるような植物を育てておられたらね、金銭面だけではなくてそこに住んでいらっしゃるご家族に最悪をもたらす可能性がございます。良かれと思って育てている植物がまさか貧乏神を読むアイテムになっているなんてね、そんな悲しいことはないですよね。そこで今回は貧乏神が好む私たちに馴染みのあるあの人気植物のご紹介と、その植物を上手に育てて不幸をね、呼び寄せない方法についてね、ご紹介してまいりたいと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。またかんちゃん住職の初版本魂見合い開運と、邪気払いや先祖供養などにお使いいただける白檀のお線香守護香、こちらね、ただいま絶賛発売中でございます。商品ご購入についての詳細は概要欄でご確認くださいませね。それでは今回もこちら守護香を1本炊きましてね、お話を始めさせていただきたいと思っております。それでは行ってみましょう。以前こちらの動画ドン、家にあると危険、不幸や霊を呼び寄せる NG 植物についてね、庭に植える木の種類に注目してお話しさせていただきましたけれども、今回は観葉植物や切り花でも楽しめる植物をメインにご紹介してまいりたいと思います。貧乏神を呼び寄せる植物5選、1つ目、モンステラ。モンステラはエキゾチックな雰囲気を持っておりますよね。そしてあのユニークな葉っぱが特徴的な観葉植物でもございます。陰の気を持つモンステラは私たちの気持ちを穏やかにさせてくれる効果がありましてね、家族が集まるリビングに置けば悩みや相談しやすい、そんなオープンな雰囲気をね、もたらしてくれたりもいたします。もし観葉植物を選ばれるときは、その飾りたい場所の陰陽の木とは反対の気質を持った植物を置けばね、それは効果絶大でございます。モンステラという植物は陰の気を持つ植物ですので、例えば水気が多いね、あの湿気が溜まりやすい浴室などはね、これ陰の気が漂う空間ですから、そういう場所にモンステラは相性が悪い植物ということになってしまいます。逆に陽の気が溜まりやすい書斎とかね、あるいは仕事部屋、そういったところは相性がよろしいので、ここはおすすめでございますし、あと仕事運もアップさせてくれます。置き場所と観葉植物のその相性が悪いと邪気を引き寄せて、むしろ運気を避けてしまうことがありますのでね、植物と飾る場所の相性を意識なさって、植物の持つ力で植物も自分もそして心地よくね、過ごせる空間を作ってまいりましょうね。あとモンステラは日陰でも十分育つんですけれども、カーテン越しに日光浴ができる場所の方が元気に成長してくれます。家族の絆を深めて家庭運アップにもつなげてまいりましょうね。貧乏神を呼び寄せる植物5選、2つ目はパキラ。濃い緑の葉っぱは生命力や若々しさを感じさせるパキラなんですけれども、そんなパキラを放置しっぱなしにして歯を枯らしてしまった人がね、ことごとく不幸が訪れるようになったというね、そういった都市伝説もあったりですとか、まあそれ以来ね、悪魔の木と呼ばれるようになったという言われなんかがございます。パキラの花言葉は快活、勝利ということなんですけれども、その強い生命力からね、邪気を払いその場を浄化してくれる植物としても人気がございます。剪定してもね、すぐに新芽が出てきたりとか、水やりもね、多くは必要ありませんので、日々の細かなお手入れが苦手な方にもね、おすすめの初心者向きの観葉植物でもございます。とはいえ強い力を宿している植物だけに、扱いを間違ってしまうと邪気や貧乏神を引き寄せる方向に力が働いてもしまいます。枯れ落ちた葉っぱを放置しておりますとね、やはり邪気を引き寄せる力に早変わりしてしまいますので要注意です。お家の中でリビングというのは、この家族が集まって一緒に過ごす機会が多い部屋でもありますので、それだけ気の流れに色濃く影響を受けてしまう場所でもあると言えます。そんなリビングに置いてあるものといえばテレビじゃないですか。風水的にテレビというのはね、受動器といって邪気を集めて放出するものというふうにされております。そんなリビングには邪気払いの効果を持つ
つ観葉植物を置くのがおすすめということで、パキラと先ほどご紹介したモンステラも OK 植物になります。ただしその方角に気をつけるようにいたしましょう。テレビの置き場所が方角的に東、東南、そして南の場合はインノキを持つ観葉植物、そうモンステラを飾りましょう。またテレビの位置が北、北西、西の方角にテレビが設置してある場合はヨウノキを持つパキラを飾れば気の流れのバランスが取れてね、邪気払いに力を発揮してくれます。あと比較的広々したリビングには大きめのね極楽鳥などの観葉植物を飾られることで空間全体の運気を上げてもくれます。で飾る場所はテレビの横に置くのがおすすめですよ。もしねリビングにテレビを置いていないというお家はインノキを持つ植物を飾って心を落ち着かせる空間を意識なさったらよろしいかと思います。貧乏神を呼び寄せる植物5選、3つ目はガジュマル。タコの足のようなね、愛らしい個性的な見た目のガジュマルは、沖縄地方ではね、精霊として火の妖精と言われるキジムナーが宿る木とされております。ガジュマルを大切に扱おうとするその真心でお願い事をしますと、キジムナーが叶えてくれるそうでございます。沖縄でガジュマルは精霊が住む聖木と言われているんですけれども、お国柄によってはガジュマルはね、ご神木として崇められたりもいたしております。そうした高貴なガジュマルなんですけれども、実は、締め殺しの木というね、怖い別名がついているのを皆さんご存知だったでしょうかね。ガジュマルの個性的な幹からは、気根と呼ばれるね、根っこをずっとね、生え伸ばしておりまして、周りの岩とか木などに絡みつきながらどんどん成長していきます。この気根の力は想像以上に凄まじくてね、ガジュマルの近くにあった岩とかが巻き込まれては、その岩がね、力でね、砕かれたりとか、あるいは樹木などがね、締め付けられて、枯れて朽ち果てるなんてこともあるようでございます。そこで付けられた異名が締め殺しの木というわけでございます。皆様カンボジアのねアンコールワット遺跡をご覧になったことはございませんでしょうかね。私は学生の時にね実際アンコールワット遺跡を訪れたことがあるんですけれども、ガジュマルの大木はね遺跡を覆い隠すように生い茂っておりました。特にアンコールワットのタ・プローム遺跡ではね圧巻の光景を見ることができましたし、そのね凄まじい生命力にはね恐ろしさすらね感じるほどのエネルギーが漂っておりました。そんなガジュマルを大事にね大切に育てれば幸せが訪れるけれども、粗末に扱ったり悪意のあるいたずらなんかをしますとね途端に不幸に見舞われると言い伝えられております。そんなガジュマルも飾っておく場所によっては貧乏神を引き寄せてしまう場所なんてものがございます。それは2箇所、窓のない玄関と北の方角に設置してある玄関は NG とされております。逆におすすめの場所というのはリビング、寝室、北の方角以外に設置してある玄関、そして窓のある玄関ですよね。それからキッチン、トイレなどでございます。ちなみに私はね、この寝室でガジュマルを育てております。また北玄関は NG と言いましたけれども、玄関じゃなければ北の方角は OK です。そもそもガジュマルのあの丸いね、ツヤのあるあの葉っぱというのは、北の方角と相性がいいですし、その北の方角に飾れば、金運アップ、恋愛運アップが期待できます。ガジュマルはね、魔除けの効果もあるんですけれども、風通しが悪くて日光の光が差し込まないような場所に飾ってしまいますと、邪気を溜め込んで、葉っぱがね、ハラハラとね、枯れ落ちていってしまいます。邪気が溜まりすぎた場所に放置しておりますと、浄化のスピードが追いつかずに邪気に負けてしまって、逆にこの貧乏神を招きかねません。やはりね、この飾る場所には注意しておきましょうね。私も寝室に飾っているんですけれども、日の当たりのいい窓際でね、そして毎日換気をしながら、空間浄化に意識を置いて育てております。貧乏神を呼び寄せる植物5選、4つ目は、サボテン。見た目も可愛らしくてね、育てるにもそれほど手間がかからないサボテンは、インテリアのアクセントとしても人気がある観葉植物の一つですよね。小さな鉢植えに入れて、お部屋の中でサボテンを置いていらっしゃるという方も少なくないことでしょう。ただね、聞き捨てならない言われなんてものもございます。それは、家の中、屋内にサボテンを置いておりますと、幸せが逃げていってしまうという話なんですね。サボテンにはこの鋭く尖ったトゲとか、あと細かいトゲトゲなどね、まあそのサボテンの種類によって違いはあるんですけれども、サボテンの尖ったその先端からは刀のね剣先のようなそんな鋭い殺気が放たれているとされております。それはよく言えばね、邪気を払ってくれる力になってくれているんですけれども、一方では幸せをも跳ねのけてしまって、いつまで経っても幸せを寄せ付けなくなってしまっている可能性がございます。ここでポイントとなるのがやはり場所なんですよね。玄関にサボテンを飾っているという方は多いでしょうけれども、そういう方に質問です。玄関の内側と外側、
どちらにサボテンを置いていらっしゃいますでしょうかね。これはね、その答えによっては天国と地獄が真っ二つです。実は玄関の外に置いておくのが正解となります。家の外にサボテンを置いておけば家の中へ入ろうとする邪気を未然にブロックしてくれますので、これは問題ございません。むしろ OK でございます。一方玄関の内側、屋内にサボテンを置いているのはこれ NG となります。簡単に言えばね、ご縁ある人とのその縁を断ち切ってしまう原因にもなりかねません。そのお家にする家族の人間性もだんだんとトゲトゲしくなって愛情に恵まれなくなったりですとか、幸せな結婚を遠ざけてしまっている可能性も考えられると言われております。もし玄関の内側にサボテンを置いていらっしゃる人は、速やかに玄関の外、屋外へ出していただければよろしいかと思います。貧乏神を寄せ付ける植物5選、5つ目はアジサイ。力が強い植物はね、条件が変わることで貧乏神とか邪気を呼び寄せやすい植物に変わることがございます。植物を植えるそのタイミング、観葉植物をお家に入れる時期によってもね、これ運気は変化いたします。アジサイというのは花が開いてこう咲いている時というのは邪気を払う力が強いとされておりますので、運気が上がって開運効果が期待できる植物でもございます。特に綺麗に咲き誇っている花の間はね、未浄化霊とか疫霊とかね、あるいは邪気とか貧乏神も近づかないようにしてくれる、そういった強い力がねあるとされております。邪気払いのね、こういったいい面だけを聞きますと、いや早速アジサイを植えなきゃなんて思われる方もいらっしゃるんでしょうけれども、霊力が強いということは良いこと言葉ではあるんですけれども、一歩間違えれば悪い方向に働いてしまう、表裏一体の可能性も秘めている植物ですので、これ要注意と言えるんですよ。そのポイントとなるのが、霊力の強い花が咲き終わって枯れ出したタイミングでございます。要は花や葉っぱが枯れ落ちているのにそのまま放置しておくことが問題となります。アジサイというのは霊的な強い力を宿している植物と言われているんですけれども、花が開いて咲いている時というのは霊を払う、その陽の力をね発揮して、花が枯れ落ちた時には陰の力を放出しだして、逆に悪霊を引き寄せる力として働いてしまうということになるんですよね。なので陰の気を放ち出したその枯れた花をその場からすぐに取り除いてあげることでね、悪霊とか邪気を寄せ付けないように意識しておくようにいたしましょう。アジサイのようにね、毎年時期が来れば花を咲かせる植物にとって重要なのは、花の咲いていないその時期のお手入れにございます。余計な邪気とか貧乏神を引き寄せないように、しっかり植物に意識を向けておかれて、しっかりお手入れをしておかれたらね、毎年時期が来れば同じように綺麗な花を咲かせて、お家の運気を上げる開運植物として成長してくれます。ということでまとめ、貧乏神を呼び寄せる植物5選、1つ目モンステラ、2つ目パキラ、3つ目ガジュマル、4つ目サボテン、5つ目アジサイ、以上5つ人気の観葉植物4種類と日本原産の落葉低木のアジサイをご紹介させていただきました。ちなみにご紹介したこの5種類というのは私自身が育てている植物たちでもございます。もう本当にね、それぞれに味のある個性豊かな植物たちですし、とても霊力が強くてね、幸運を引き寄せてくださる、そういった植物たちでもございます。ただし力が強い分、その育て方、方角や場所を間違えますと魔除け効果を持つ幸運の植物も一転貧乏神を呼び寄せる植物に早変わりしてしまいますので注意が必要ですよ。そこで最後に、こうした植物を幸運を引き寄せる生き生きした植物のまま育てるポイントについておさらいしておきたいと思います。まず見た目でわかるのが、植物が生き生きとして元気にしているか否かということでございます。もし元気がない植物をそのまま置きっぱなしにしておりますと、貧乏神や邪気を引き寄せることになりますので、適度なお手入れは欠かせませんよ。よくね、植物に声掛けをしたりとかクラシック音楽などを聴かせておりますと植物はぐんぐん成長すると言われることがありますけれども、実際の研究結果だけではね、声掛けの影響なのか音楽の影響を受けているのかということについてね、はっきり断定することは難しいんだそうでございます。とはいえですね、これまでの植物学者の研究で分かっておりますことは、音楽や単音のメロディーを聞かせた植物は成長ホルモンとかね、遺伝子に変化が見られたそうでございます。私たちの声掛けとかクラシック音楽などを聞かせておりますと、明らかに植物の発育と発芽が早まったということでございますので、声掛けをしたりクラシック音楽などを聞かせてね、ぐんぐん成長すると言われることが単なる都市伝説というわけでもなさそうなんですよね。ならば言霊の力をね、植物がしっかり吸収してくれてぐんぐん成長してくれたのかもしれないとね、私は信じておきたいと思います。あと専門家の中にはね、植物に話しかけながら育てている人というのは、その植物を
毎日よく観察しているからね、水が必要なのかなとか、日光が足りないのかなとか、虫に食われていないかなといったことに気づきやすくて、対処も早いからよく育つのかもしれませんね、というね、そういったシンプルに説明される方もいらっしゃいます。まあ、確かにね、この植物を枯れたまま放置しておりますと、そこから邪気を放ち始めますので、いつも観察しておいて適度なお手入れが欠かせないのは、これ重要なポイントの一つですよね。元気がなくて枯れてしまった植物というのは、いわゆる死を迎えてしまった植物と言えます。観葉植物というのはね、この気を浄化して癒しのエネルギーをもたらしてくれる、その開運アイテムではあるんですけれども、仮に枯れ落ちてしまった植物をそのまま飾っておりますとね、運気はどんどん下がってしまいます。それはなぜかといえば、植物の生命エネルギーがね、家全体の運気の流れと密接に関連しているからといえます。波長の法則というもので説明できるかとは思うんですけれども、生き生きとしたその植物からは生命力のあるね、プラスのエネルギーを作り出してくれておりますので、そのエネルギーの影響を受けた私たち家族もね、みんなプラスのエネルギーに引き上げてもらえるものと思いますし、逆に枯れた植物を放置しておりますと、植物からはネガティブなエネルギーが放たれるようになって、そのお家の住人の活力も吸い取られてしまってね、エネルギーを低下させてしまうということもあろうかと思います。それでは最後に、植物を枯らさないためのポイントをね、3つだけご紹介して今回の話を終わりにしたいと思います。植物を枯らさないためのポイント3選、1つ目は植物を置く場所。適切な日差しと風通しの良い場所にね、その植物を置くようにいたしましょう。例えば部屋の四隅とか玄関、リビングなどですよね。新しい木が流入する場所がおすすめでございます。ただし玄関といってもサボテンのようなトゲのある植物というのは屋外に置くのがおすすめでしたよね。植物を枯らさないためのポイント3選2つ目は、部屋の中をきれいに掃除する。家の中が乱雑だったらね、このいい気が流れませんので、植物をすぐに枯らしてしまう可能性がございます。なので整理整頓を心がけましょう。そして植物のお手入れというのはね、水やりとか日光に当てるだけではなくて、特に冬の時期にはね、植物も冬眠状態に入りますので、お水はほとんどあげませんし、栄養も与えませんよね。お家の暖かいお部屋に移動して置きっぱなしになってしまっていることがあろうかと思います。でもそれはちょっとね、 NG と言えます。仮にお家のリビングに置きっぱなしにしておいたらね、葉っぱの表面にはホコリが溜まってまいります。たとえお部屋をきれいに掃除していたとしましても、部屋の掃除をした後は細かいホコリがこう舞いますよね。なので植物の葉っぱに付着したホコリをね、こまめに取り除いてあげられたら、植物も喜んでくれるはずでございます。水やりしなくてもね、しっかり意識して観察するようにいたしましょうね。植物を枯らさないためのポイント3選3つ目は、体調を整える。観葉植物と私たちのエネルギーというのはこう共鳴し合って、お互いに影響を受け合っているパートナーのような存在でございます。そういう意味では、自分の体調をしっかり整えてプラスのエネルギーを保つようにね、自分自身で意識しておきましょうね。私たちのプラスのエネルギーを受けて、観葉植物をまたね、良きエネルギーを放出してくれますので、そういったエネルギーが漂っているその住空間、空間浄化をして、私たちの運気をまた上がってまいりますので、そういった意識を大事にしてまいりましょうね。ということで、まとめ。植物を枯らさないためのポイント3選、1つ目は植物を置く場所、2つ目部屋の中をきれいに掃除をする、3つ目体調を整える。以上3つ、植物を育てる上での大切な心持ちについてご紹介させていただきました。植物というのはね、優しい気持ちでその場を清めてくれますけれども、良い環境のもと丁寧にお世話をしていたとしましてもね、あまりにもその空間のエネルギーが悪いと枯れてしまうことがございます。枯れてしまった植物には感謝をして速やかに処分いたしましょう。いらなくなった古いエネルギーを捨てることもね、運気を呼び込む第一歩だと思います。枯らしてしまった時はね、フレッシュな木を持つ新しい観葉植物に取り替えられて、脅威から吉祥に変えていきましょうね。幸せを招くモンステラ、蓄財運が舞い込むパキラ、邪気を跳ねのけてくれるカジュマルとかサボテンなどはございますけれども、以前お話しさせていただいたこちらの動画、ドン！貧乏神は好む人の特徴4選でお伝えさせていただいているんですけれども、貧乏神と福の神というのは表裏一体でございます。この表裏一体というのは何が違うのかと言いましたら、自分自身の心持ち、意識の持ち方でございます。そして意識がネガティブ、マイナスであれば、邪気を呼び込むネガティブな貧乏神を招くことになってしまいます。ぜひね、そういった自分の意識を大切になさってね、植物を育てるようにいたしましょうね。あなたの好きな植物をお家の中で育てればね、福の神様から好かれるあなたになられるかと思いますよ。この機会にね、何か植物を育ててみられてはいかがでしょうかね。
はい、ということで今回の話は参考になったよと思ったそこのあなた、いいねチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また本日もね、こちら私の監修した白檀の守護香を漂わせての心地よい撮影でございました。こちらの線香ご購入については概要欄に貼ってありますので、ぜひねチェックなさってみてくださいませね。また皆様からのコメントもねお待ち申し上げておりますよ。それから皆様からいただくたくさんのコメントの中にはね、かんちゃん住職のチャンネルをもっと早くに知っておきたかったというコメントも頂戴いたします。なのでこのかんちゃん住職のチャンネルをね、あなたのご縁のある方にね、ぜひね拡散していただけると大変嬉しいです。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。